どうもスキンヘッドカメラのバンマチクです。はい、こちらはですね、バンヤキレバのメインレースを吉本芸人のスキンヘッドカメラが予想しています。あ、そうなんですよ。その話をしようと思ってたんですけども、バンヤキレバ、帯広競馬場さんでは7月1日2日、アナウンサー来場イベントというのが行われます。アナウンサーの方々が、連日来られてですね、バンスタにも出演されるということで、ぜひご覧ください。そして1日には、今をときめくジョッキー、今一郎ジョッキーのトークショーもあるそうです。ちーちゃんと。ちーちゃんと。誰そのおっさんがちーちゃんって言ってるからさ、友達の友達だからいいかなって。ダメ？ちーさんと。ちーさんと。そうでも。ちーさんは俺もそんなの知らない。あ、そうか。覚えてください、ちーさん。覚えてもらえるように頑張りましょう。はい。ということで、今回はですね、7月1日のメインレース、国際農業機械杯の予想でございます。僕の本命はやっぱり8番のてっちゃんでいきたいと思います。はい、まだ4歳ということで、なんかまだまだ強くなりそうなね、スターウォースになるんじゃないかっていうぐらいのね、強さ見せてますんで期待したいと思います。重量にも恵まれますんで3連勝に期待してます。ちょっと強気に3連単マルチ8から2369と各100円の計3600円で勝負です。いってます。はい、では6番の船のダイヤモンドにしました。はい、前走がねちょっと取り消してしまいましたので、うん、パワー溜まってると思いますので、はい、ここで一気に放出していただきたいと思います。単勝6番500つきそうですね、なかなか。はい、ではレースの方楽しみにしてください。また来週お会いしましょう。さよなら。